さあ皆さん、USJ ナイトマーケットお楽しみいただいておりますでしょうか。水戸祭水の感謝祭 USJ ナイトマーケット商店街ラジオ DJ の小島愛です。さあこの時間ですね、商店街ラジオブースにはこの方をお迎えいたしております。先生、自己紹介いただけますでしょうか。よろしくお願いします。未だに先生と言われるけれどもお詫びの知り合いに、駅前商店街青年部部長の近澤と申します。よろしくお願いします。はい、近澤先生でございますが、さあ近澤さん、この浴衣姿がまたシックでかっこいいですね。いや、これね、今日に合わせて買ってきました。はい、あ、そうなんですね。やっぱりね、この時期は大垣の街中を浴衣で歩きたくなりますもんね。今日もいるか、ジーパンに乗ってたのか、ちょっと準備の手伝いしてたんで、ジーパンだったんですけど、まあ、汗止まらないんですよ。そうですね、やっぱり浴衣を着られるとなんか涼しいというか。そうですね、気分がやっぱりね、ちょっとこう ね、いいですし、ちょっとお祭り感がやっぱり味わえるような気持ちがしますよね。さあということで、このユースズミナイトマーケットも今日は浴衣姿でお見えになっているお客様ちらほらいらっしゃって、大変にね、この目の保養にもなるなと思いながら拝見してますけれども、しかし今お天気も良くなって暑くなりましたね。近田先生、これ2日前の天気予報だと台風来る予定ですか。直撃というかね、雨が本当心配されてましたけれども、覚悟してましたけど、はい、いやまさかこんな体制というか晴天、はい、暑い時には飲みたくなるものがあるなということで、まあ、生ビールが飲みたいですねそうなんですよね、プチハツラツイケの時にも私先生を何度かお見かけしてますけれども本当にビールが似合う先生だなだいたい片手にビールカップそうそうそう、飲んでらっしゃる。え、今日この夕涼みナイトマーケットでもビール飲めるところ結構あったりするんですか。各お店の店頭でやられてる場合もありますし、はい、大きなというか、まあ、今回ならではってなると、駅からすぐ南のスイートの泉、はい、あそこで駅前青年部が農業レストランってことで、はい、生ビール販売してます。あ、そうなんですね、はい、まあ、じゃあちょうど 駅の南口のところということですね、はい、はい、ということでそこでもビールが飲めるということなので、ちょっとやっぱりいっぱい行きたいなっていうと時間帯にもなってくると思うんでね、はい、ぜひ皆さんも飲みにお出かけいただきたいなというふうに思います。さあ、そう、飲まれました。私は残念ながら今日車で参っておりまして、気分だけは味わっております。はつらつ市やこういったとこ来るときはぜひ飲んで帰れる状態でそうですよね本当にね、お祭り気分をやっぱりより味わいたいなというふうには思っているんですけれどもね、はい、なるほどなるほど。ということで、今日は本当にこのね、いつもだとここに本当にこう屋台とかがいっぱい出たりとかして、盆踊りなんかもあったりする水戸祭りが行われる、まあ、時期ではあるんだけれどもね、はい、ただでも何もやらないよりはこういう形でも何かをやってくださっているっていうのは大変にやっぱお客さんとしても嬉しいんじゃないかなというふうには思うんですよね。いや、でもそうなんですよね、今ちょっと私新大橋でこうやって人の流れ見るんですけど、想像してたよりもかなり多い印象。そうですよね、はい、やっぱり我慢ももちろんねしなきゃいけない時期ではあると思うんですけど、はい、我慢ばっかもしんどいんでね、皆さんマスクもされてますし、うん、でも感染対策しっかりした上で、はい、安全な楽しみ方を皆さん今後この1年、コロナが1年ちょいありますけど、そうですね、まあ、しっかりそういった対策されて楽しんでるのかなと思います。あとこの商店街各店舗見てみても、本当にお店先に消毒液を置いてくださったりとか、はい、感染対策が本当にしっかりされてるところが多いなというふうにお見受けいたしますの で、はい、ね、お客様のマナーもですのでね、これは本当に一緒にね楽しんでいただくためにも守っていただきたいことだなというふうに思っております。さあ、あと近澤先生、今回のこの水戸祭り水の感謝祭ですけれども、楽しみ方、先生的にはどうでしょうか。そうですね、まあ、この駅前と久留和町の一本の通りだけではなくて、はい、もう一本、東に行くと本町一番商店街というのがありまして、そちらへ私今行ってきたんですけど、はい、なんだろう、手作りクリエイターが作ったピンボールとかサッカーゲームとかがあって、ほうほう、もう子供がすごい人だかりで遊ぶことできるようになってるんですね。遊ぶことできるんです。水戸祭りっていうと大体この商店街だと本町もやってますの で、 そうです、ね、本町の方も一度足を運んでいただけると、うん、特にお子様は楽しんでいただけるのかなと思いました。そうですね、なのでぜひちょっと広くね歩いていただきたいなというふうに思いますのでね、はい、ぜひ本町の方も足を運んでいただければなというふうに思います。
さあということで、今日はあの夜の8時まで行われるということで、はい、先生もちょっとビール味方に一日楽しんでいただきたいなと、はいはい、思います。言い残したことないですか？やっぱ全部いろいろ歩いていただきますと普段からは見れないような姿が見えてきますので、各お店いろいろ頑張ってやってますので、はい、あとね結構行列ができてるお店もほぼちらほらありますし、うん、やっぱ行列できてるところにはやっぱり理由がありますので、そうですね、やっぱそういったところを探索していただく楽しみも あればいいかなと思います。そうですね、あの大垣の商店街にこんなお店があるんだっていうのを1店舗1店舗ゆっくりと巡っていただくのにすごくいい機会だと思いますので、大垣市民の方はねもちろんのこと、市外からお越しになっている方々もぜひ今日はゆっくりと大垣のこの商店街というものをね、ちょっとノスタルジックな雰囲気で素敵なところもあると思うので、ぜひ味わっていただければなというふうに思います。さあ、夕涼みナイトマーケットラジオブース、この時間は大垣市議会議員の近澤先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん楽しんでください。はい、ありがとうございます。